はい、こんにちは。魚の住宅さんです。Mac のですね、中のハードディスクをですね、サムソンの SSD の 500GB に変えました。ハードディスクが SSD ですね、中で交換するのは非常に簡単なんですけども、その後ですね、データを移行でですね、非常に苦労しました。まあ、今までに比べて爆速ですね。少しですね、長い動画になってしまったんですけども、やった手順をですね、ご説明します。まずですね、外付けハードディスクにですね、保存したバックアップデータを使ってですね、そこからですね、タイムマシンでですね、復元を試みました。これはですね、失敗しました。次にやったのがですね、 SSD をですね、外付けにしてですね、 Mac の中のですね、ハードディスクからですね、復元データ移行ですね、をしました。これもですね、失敗しました。それでその理由がですね、はっきり分かんないんですけども、自分の Mac はですね、ブートキャンプで、Windows を入れてあったんですね。そしてですね、次にやったのがですね、ブートキャンプがありましたんで、Mac の中にですね、SSD を入れてですね、それでパーテーションを作りました。そしてですね、この Win:っていうんですかね、for Mac。のソフトをですね、これダウンロード、購入ですね、押してですね、ブートキャンプの部分をですね、バックアップを取りました。次にですね、SSD をですね、Mac の中に入れてですね、中にあったハードディスクをですね、外付けにしてですね、そこから復元をしました。これでやっと成功しましたね。そうしましたらですね、まず電源をですね、この Mac につなげておきます。バックアップが取ってある外付けのハードディスクをですね、ここに挿します。それでこの状態でですね、コマンドと R をですね、押しながら電源を押します。そうするとですね、こんな状態の画面になります。でこれネットワークを選択という画面が出てきます。でここでネットワークをですね、選択をするんかな。パスワードを入れます。あとこんな画面になってきます。そしたら Apple マークがですね、起動しましたね。X のユーティリティというのが出てきます。そしたらですね、一番下のディスクユーティリティですね。を選択。で、これ、そしたらですね、ここにですね、サムソンの SSD が出てきます。で、これを選択してですね、タブのメニュー、この上ですね、ここからですね、消去を選びます。ここにですね、フォーマットの種類が MacOS 拡張と書いてあります。その名前はですね、ここはそれで S3 にしました。そしたらですね、この右下のですね、これ消去をクリックします。消去と、これ消去ですね。ただこれで一回これで今ですね、取り付けたサムソンのですね、 SSD のフォーマットが終わったわけです。今度はですね、タイムマシンバックアップから復元を選びます。でこれ続ける、それでこれ続けるですね。で今、ここにバックアップが取ってあるこのディスクがここに出てきますので、これを選択で続ける。でここにですね、今まで取ったものが全て出てくるみたいなんですよね。それこれ一番新しいやつですね、で選んで続ける。これインストール先、MacSSD って名前を付けてありますので、これを選択をして復元と出てきますので、これを続ける。復旧システム、復旧先デスクに追加中にエラーが起きましたと。それ今ですね、ここに SSD をですね、装着して、これで USB でですね、ここに挿します。で、これでコマンドのリカバリーで電源を入れてみます。これが復元元ですね。これですね。それでこれに復元をさせるので、Mac の中にですね、ブートキャンプで、Windows も入れてあったので、そこら辺かなということで、
こちらがですね、外付けの SSD なんですけど、パーテーションを作ります。それで今ですね、こっちの内蔵ハードディスクのパーテーションがですね、50ギガをブートキャンプに使ってるんで、こちらもですね、ここでイメージで編集でパーテーションを作成して、これを、ただこっちは50で残りはこれになります。で、これで適用で完了ですね。で、こことここでですね、できました。これの名前をですね、ここでブートキャンプにしときます。これと一緒にしときますね。まずブートキャンプのですね、ところのバックアップを取るためにですね、このソフトですね、これをダウンロードします。それで先ほどですね、ダウンロードしようとしたらですね、これがですね、新しくなって有料になっちゃってるみたいですね、これね。このベーシックでいいみたいなんですけども、まあ、とりあえずこれを買うしかないみたいなね、ちょっとこれでやってみたいと思います。それ今ですね、支払いが完了したので、ダウンロード画面に来ました。で、ダウンロード、両方ですね。それでこのようなですね、フリーインストーラーですね。そしたらこれですね、が、インストールできました。これを立ち上げます。そうするとこの画面になります。そしたらですね、こちらを選択して、セーブイメージ。これでバックアップを開始。そうしましたら、こういうですね、保存画面になりますので、保存をします。今、保存をデスクトップにとりあえずしているところです。これでですね、今ですね、ここのデスクトップにですね、ブートキャンプの方のバックアップが取れた状態になってます。で、今度はこれをですね、復元。名前が同じなんで、これと名前が同じなんで、ちょっと分かりづらいんで、こっちの名前をちょっと変えますかね。HHD にするか。これが復元元ですね。これですね。それで、これに復元をさせるので、で、これで、復元と。この状態でやったらですね、ここちょっと進行してますね。残り時間とか出てきませんけれども、今こんな状態で進んでるような状況みたいです。復元を始めてですね、1時間55分ですね。ここで完了したみたいですので、完了をしてみます。これでですね、今中に入ってるですね、SSD の方に、もともと内蔵で入ってたですね、ハードディスクの情報がいったと思いますので、これで立ち上げてみたいと思います。ではですね、無事 SSD にですね、交換ができましたので、最初にやった時と同じようにですね、立ち上がりの速度を測ってみます。これでもう大丈夫ですかね。これサファリ。1分ですね。1分ちょっとでですね、サファリもメールも立ち上がります。iMovie ですね。iMovie もね、1分半で立ち上がります。まあ、今までに比べて爆速ですね。こんな感じで、なりました。まあ、自分のこの Mac はですね、メモリーもですね、最初4ギガから8ギガにですね、増設して、それでバッテリーも今交換してですね、中もですね、500ギガの SSD にしましたんで、まあ、これでね、また何年かですね、使えると思います。またですね、いろんな動画をアップし、ぜひですね、チャンネル登録をお願いいたします。それではまた。